中野ライタは、ラジオ日経アナウンサー兼スポーツ情報部長。愛知県名古屋市出身。愛知県立朝日が丘高等学校、東京工業大学生命理工学部、生命理学科卒業。1997年入社。ラジオ日経入社前に、同社主催レースアナウンサー養成講座に3期生として、受講、岡村久典。 1999年7月3日の福島開催で実況デビューした。その後、2007年2月に、同局アナウンサーの船山洋次と入れ替わりに大阪支社へ移動したが、2010年2月をもって、同じく小塚歩と入れ替わりに東京本社へ復帰した。大阪支社時代の2007年11月15日に、 中央競馬実況中継で同じ現場スタッフであったフリーアナウンサーの高瀬幸子と入籍。現在は二児の父親でもある。本社復帰後、2011年にサツキ賞日本ダービーでの実況を初めて担当し、さらには大阪市社在籍中の2007年から菊花賞を継続して担当することから、その年のボバクラシック三冠レースをすべて、 担当することになった。2021年に自身にとって初めてとなる、有馬記念の実況を担当。また、2011年度からは、JRA 賞の司会を担当している。競馬実況ホームページのアナウンサーリレーコラムで、渡辺和明から、N や R ふとし、N やがみなり、T、中野の雷棒。 中野雷剣、N や雪太しと書かれており、さらに最近になって、うまき、リ3では、渡辺や番組のリスナーから、中野の指名した馬が、馬券に絡まないため、雷神様、落雷部長とも呼ばれるようになっている。好きな女性芸能人は、藤本美紀や高橋愛で、同局祝日特番、渡辺和明の喋って喋って60分での、壊れっぷりに衝撃を受けたファンは、 少なくない。2010年5月の放送以降は多忙のために欠席が続き、2013年12月放送の別の番組で、いつまでもこんなことしてられないという理由で喋ってを卒業したことを発言したが、2014年11月7日、放送のうまきムスリーで山本さやかのファンであることを公言した。ありがとうございます。